下松の駅なんです。でよう会うんですよ、エホバね。で私は何年も前からエホバに対して、まあ、今テレビで言うてますけど、いろんなことの批判、これずっと言うてます。団地に住んでる時にもエホバ来たので、明石どないなったんやと、世紀末の時にですね、エホバはもう亡くなるということを言うとったやないかいと、2000年超えてるけどこれどないなっとんねんということを言うたら、まあ、帰っていったというような経緯もあるわけですけど、顔取りませんよ、顔は取れません、これは取るけどね。で、あの今話題になってますけども、これどうなんですか。いや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 、セットしたのに何回も俺追ってるじゃないですか。顔は取れへんで、顔は取れへんけど、これどない思ってます。なんでこれ急にあのニュースで言い出したんですかね。なんかなんでこんな急にニュースで言い出したの。まあエホバは戦わないということなんで、選挙も戦いですから、投票にも行かないということになっておるわけですけども、あそこたくさんの方がおられてですね、まあ、顔取りませんよ、顔取らへんけども、洋さんの方々でもね、変わるんですわ。私もこれ変わってほしいんだけど、なかなか変わってくれないんだけど、顔取れへんけど、誰かこう教えてもらいます。これなんで急にニュースでみんな言い出したんですか。どなたか分かります。これ引っ張っていくけど、また戻るんでしょ、これ撮影やめたら。洋さんの方がね、足だけ撮るで、洋さんいてるというのを撮るので、顔撮りませんからね。顔は撮らへんねんけど、いや、それ直さんでいいじゃないですか。いつも長いことやってんだから。いやいや、普通に話してるでしょ。これなんでニュースでこう急に取り上げられたんですか。何年も前からやってるじゃないですか。で、急になんかあったわけじゃないでしょ。あの輸血のやつかって何年も前の話ですやん。なんであれ急にやりだしたんですかね。どうお考えですか。でいや、それ直さんでも、俺帰ったらまたやるんでしょ。せっかく洋さん来てんねんから、これなんでニュースでやってると思ってます。どれ思ってあります。別に統一教会みたいにどっかで支援してるわけでもないのにね。まあ、かわいさんがもうずっとノーコメントで行かれるんで、まあ、やめますけど、なんでこれエホバのやつ急にみんなやりだしたのかなと、不思議でしゃあないんですけども、なかなか皆さんね、お答えをいただけない。まあ、ただ、まあ、争わないという競技でやってますから、他の宗教なんかはこういうことをやるとですね、からきり声で怒ってくるんですけども、なかなかエホバの方々に弱やからええちゅうもんちゃいますよじゃないけども、何も言わずに、まあ、撤収をされていったとこと、されていったとか、ほんまにされていってますね。これエレベーターみんな乗るんだからね。あの七つ道具、あれいいんですよ。私もあれ選挙の時ね、あんな市政報告はすごい並べたいなというふうに思うわけですけども、まあね、せっかくニュースでやってんだから、どういう考えなのか、なぜニュースで急にやりだしたのかということを私は聞きたかったんですけども、まあ、またこれ会うんですよ、朝ね、よう会うからね、いろんな駅で、まあ、まあ何遍聞いても多分同じような図柄になるので、まあ、何回もしませんけども、だけども、どういうことでニュースに急に取り上げられるようになったのか、どう考えなのかというのは、まあ、ぜひとも伺いたいなというふうに考えております。